セルフメディケーション、自主服薬とは、市民自身にて、症病、症候を判断し、医療製品を使用すること。自分自身で健康を管理し、あるいは疾病を治療する、セルフケアの一つである。精神医学の分野では、ストレスや不安、精神疾患や心的外傷への対処のため、レクレーション薬、抗精神薬、アルコール、コンフォードフードなどを摂取するといった文脈で、 用いられる全速薬の事故吸引市民が自身で医療製品を使用してセルフケアを行うことによって過剰なまでに医療機関を受診してしまうことによる手間と費用を省くことができる政府の側からはセルフメディケーションによって政府予算の重荷となり続けている保険医療費が抑制される効果も期待されている2017年1月より 国民のセルフメディケーションの推進を目的とし、医療費控除の特例として、セルフメディケーション税制が開始される。医師が足りず、いわゆる3分診療や、医師の過労状態などに陥ってしまっている医療機関にとっては、セルフメディケーションによって来院する人数が適切なレベルまで減ることで、本当に医療を必要としている人に、医師のマンパワーや医療資源を回すことができる。 健康維持のため、あるいは、軽度の不調から回復する助けとするための市販薬や、サプリメントや薬草等に関する知識を自力で得る方法としては、図書館等を活用し薬剤師が書いた書籍を読んだり、インターネット上で薬剤師が無料で公開している情報などを読むことができる。それでもわからないことや疑問がある場合は、直接薬剤師や、 登録販売者に問い合わせて情報を得ることもできる。以前は病院で処方を書いてもらわなければ手に入れられなかった医薬品の中には処方箋なしで薬局で購入できるようになっているスイッチ OTC もある。薬剤師に対する相談料は2016年現在通常不要である。健康管理として不足していると考えられる。 栄養素をサプリメントなどで補う。軽い症状の緩和や予防に自己責任で一般に売られている一般用医薬品を使用して治療する。例えば水虫になった時に自分で薬局で買った薬を塗るなど、精神疾患を持つ患者は自身の病気をある種の薬物服用によって自己治療しようとする傾向がある。その形態は人それぞれであり、 死壁が形成されると身体的、精神的問題を引き起こすこととなる。例えばうつ病患者はアルコール、タバコ、大麻、他無寄精神作用を持つ薬物によって自己治療を行っている。これらの薬物は短期間には不安などを治めるが、既存の精神疾患と同様の症状を引き起こし、また悪化させることとなり、かつ死壁、依存を引き起こし、長期利用によって、 その他の副作用を起こすとされる。心的外傷後ストレス障害患者がセルフメディケーションを行うことも知られており、心的外傷に苦しむが診断を受けていない人々も同様である。アルコールやベンゾジアゼピンによる長期間のセルフメディケーションは多くは不安、抑うつを悪化させる。これは長期間の薬物利用により脳の化学構造が変化するためとされている。パニック障害。 社交不安障害などの不安障害で、精神保健サービスを受給している患者のおおよそ半数はアルコール依存症、またはベンゾジアゼピン依存症であった。アルコールやベンゾジアゼピンは既存の不安を持続させ、徐々に悪化させる。ありがとうございます。